いた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 。うわ、いた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 。また別の猿が現れました。次々と現れる野生の猿。雪の上を悠々と歩いています。そして子猿の姿も。こんだけ数いるのってね、見たことね。猿が相次いで目撃されたのは秋田県北秋田市。住宅が点在する山あいの集落で、民家からは100メートルほどしか離れていない場所です。付近では午前10時頃からすでに目撃されていて、通報した男性によりますと40匹ほどいたといいます。しかも、あ、キツネ。なんと猿だけかと思いきや、キツネの姿も。こちらの女性も猿を目撃したといい、ちょうどここですね。あー、なるほどなるほど。カーブ曲がろうとしたら、こっちからバーって上がってきて、でそこにいたって感じですね。なるほどなるほど。いや、もう本当初めてだったので、本当にびっくりし、しかも結構大群だったので、すごいびっくりしましたね。猿は大群で道路を横切っていったといいます。他の県でもなんか猿に荒らされたとかニュースで見るので、って考えるとやっぱちょっと怖いかなと思います。突然現れた猿の大群。この地域では最近、墓参りの菓子などが食い荒らされる被害が相次いでいたということです。警察は付近の住民に注意を呼びかけています。